杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。薬にまつわる情報をお届けする教えて薬剤先生。今日の内容はこちらです。月間テーマは口腔。今日は知っておきたいオーラルフレイルをお送りします。はい先生、最近フレイルという言葉をよく耳にしますが、オーラルフレイルとは何でしょうか？はい、年を取ると体のあちこちに不調が出てきます。私も最近は細かい字が見えにくくなってきたんですけれども、このように加齢とともに身体機能は低下していきます。特に体重低下、握力低下、疲労感、歩行速度の低下や、身体活動の低下といった介護状態の前段階の虚弱の段階をフレイルということがあります。そして、食べ物を飲み込みにくくなったり、むせるなどといった、口腔機能低下症、あるいは、口腔機能障害の前段階での状態、こういったものを、オーラルフレイルということがあります。ではオーラルフレイルの予防や対策について教えてください。はい、オーラルフレイルを予防するには歯と口の健康を保つことが大切です。口腔ケアをしっかりと行ってください。またオーラルフレイルによって飲み込む力が弱くなると、食べ物が肺に入ったりして誤嚥性肺炎を起こすことがあります。この誤嚥性肺炎を予防するためには、とろみ剤で飲み物にとろみをつけて飲みやすくしたり、薬を飲みやすくするためには、服薬補助ゼリーといったものを使うのも良いと思います。歯と口の健康を保つことがオーラルフレイルの予防となって体の健康につながるんですね。はい、年を取るとお口の機能が低下して物を飲み込みにくくなったりすることがあります。このような状態、オーラルフレイルを予防するためには正しい口腔ケアを行うことが大切です。食べ物を飲み込みにくくなったり、むせやすくなったりしたら、歯医者さんや薬局、ドラッグストアなどで相談してみてください。私オーラルフレイルって知らなかったので大変勉強になりました。口腔ケア気をつけたいと思います。今日のポイント、知っておきたいオーラルフレイル。オーラルフレイルとは口腔の虚弱。オーラルフレイルを放置すると要介護状態となるリスクが上がると言われています。正しい口腔ケアで歯と口の健康を保つことが大切です。正しい口腔ケアでオーラルフレイルを予防しましょう。次回はお口の病気、口内炎についてお送りします。林先生、ありがとうございました。ありがとうございました。